あどうもこんばんは。柳井さん、よろしくお願いします。あの実は柳井さんとあの3年前に、柳井さん、これ覚えてるよね。<laughs> あ覚えてますもちろん。<laughs> あの伊藤誠さんや井上達夫さん、それから、えー、堀重樹さんというそうそうたる夫人であの3時間にわたってガチの公開討論会をね国会の院内臨員会でやって。はい 柳井さんがあの3時間、まるまるコーディネートをしてくださってまあ、僕のイメージは柳井さんはあのこの憲法救助問題に強い弁護士というイメージなんですがでも、あのここのところはずっとファクトチェックのことをずっとやってらして今、ファクトチェックインシアの事務局長ですよね。はい それで今日はあの、その中でもコロナ禍でさまざまな報道があのちょっと問題があるんじゃないかということはいつも SNS で Facebook とか Twitter でいさん、常に発信されててご自身のブログでも発信されてますけども今日はとりわけですねそのよく言われているこう大阪での死者の問題死者数の問題ですよね。 それからあの東京で情報操作が行われているんじゃないかというようなことも含めてです、ね、お話をしていただけたらと思ってます。あともう一つは、はい、あの倉持倫太郎弁護士なんかが手掛けていらっしゃる例の,あのグローバルダイニングの東京都を相手にして訴訟はありますよね。はい、であれはグローバルダイニングのことだけじゃなくて大阪でもどこでもそうなんですけどもあのいろんな店が営業できないような形にされてしまってて。 あのその問題で悩んでらっしゃる方や苦しんでる方も,方も結構多いと思うんですがその問題についてもですね、柳井さんが今どんなふうにお考えになっているかということについてお話を伺えたらと思っています。 はい、そんなことで、とりあえずまず1時間、柳井さんにですねあのいろんな資料を見せていただきながらお話しいただいて、はい、その後と、えー、教ょをしてくださっている皆さん方からのご質問なんかも、ですねあの、はい、紹介したいと思ってます。でちなみに柳井さんが解説してらっしゃる最中に質問をどんどん受けることができますので、皆さん、あのぜひあの、えー、質問を寄せてくださったら幸いですすすよよろろししししくくおお願願いいままじゃあ柳井さんあの、はい、早速です。 あよろしししくお願いまますす、はい、皆さんこんばんこばは、えー、と,柳井と申します、えーまあ、今、紹介いただきましたように、まああのー、ファクトチェックイニシアティブという団体の事務局長をやっていますが、まあ、本職はまあ弁護士であります。でえーまあ、今日はですね、まああのーそのまあ、紹介いただいたファクトチェックイニシアティブの立場事務局長の立場でお話しするものではなくてあくまでまあ個人の。 立場で、コロナ禍の検証プロジェクトというものを始めてますので、えーまあ、そういう立場でちょっとお話を今日はさせていただ,くと、えー、いただこうと思ってます。で、まあ、テーマはそのコロナ禍の、まあ、報道の在り方を検証するということで、まあ、ちょっと画面共有をえっとしながら、えー、していきたいと思いますが。 こちら画面共有でできてますでしょうかねスライドを再生するものにしたいと思いますけれどもえっ、ー、とまああのまあもうコロナが始まって1年半ですか、えー、もうこの、まあ、昨年の1月ぐらいからずっとこのコロナの、えー、まあ渦中にまあ今我々いるわけですけれども、えー、まあその中でまあ 皆さんもそのコロナについては、えー、まあいろいろな形でこうあのー、情報に触れていると思いますけれども、まあ、当然例えば直接知り合いの人がコロナになったりとかその、えー、もしかしたらご不幸があったあの周りの方にいるかいらっしゃる方もいるかもしれませんけど多くの場合はですね多分その メディアを通じて、あるいはインターネットを通じて、まあ、コロナの情報というものを直接、まあ、日々受け取ってると思うんですよね、まあコロナあの。コロナのウイルス自体はもちろん見えませんけれども、の日々のやっぱりこう感染者数が何になりましたとか、死者数が何になりましたとか、まあ、そういったその情報と、あと、まあえー、いろんな専門家がいろいろとこう,こうしてください、ああしてくださいということを言う。 それから政府が緊急事態宣言を出したり、知事がいろんなことを言ったりする、すべてこのコ,ロナのコロナというものを情報、いろんな報道とかインターネットを認識しているわけですね。でなかなか直接あの、まあ、こう感染したりする。 人も,もちろんあのたくさんいらっしゃるわけですけれども、まあ、なかなかこう実感のない人も少なくない、まあ、そういう中において、えーまあ、ある種のコロナの、まあ、インフォデミックって私言いますけれども、まあ、情報が非常にこう爆発的に広がっている中でこう社会というものが、まあ、今その自粛ムードになっているのが、まあ、この1年半かなと思っています。 そ,んなその中で、まあえー、まあ今日はその特に大手メディアの報道というのはものすごくやっぱり影響力が大きいと思いますので、えー、まあその在り方というものをまあ徹底的にまあちょっと検証するというテーマでお話ししたいと思っていますで、まあ、まずちょっとまああのその前に簡単にちょっと自己紹介ももう一度させていただきますと、まあ私あの 大学を卒業して2002年から、まあ、産経新聞の記者を一時期やっておりました。でその後、えー、法科大学院を経て弁護士に登録して、まあ、あの弁護士活動をしてたんですけれども、えーまあ、9年前ぐらいですね、えっと、311東日本大震災の翌年に、えー、から、まあ、メディアの誤報、えー、を検証するサイト、誤報というものを運営してきました、まあ、7年ほどやってました。 4年前からですね、その活動の延長でもあるんですけども、誤報を検証する、大手メディアの報道を検証するだけではなくて、よりネット情報も含めたファクトチェックというものを日本で普及していくための団体を立ち上げました。ファクトチェックというものを日本で、世界ですでに広がっているこの活動を紹介する、そんなことをやっておりました。 まあ、そうこうしているうちに、まあ、この昨年からまあコロナ禍というものが起きてで、まあ、あの当然、ファクトチェックの仕事をまあしながらですね、まあ、個人としてこのコロナ禍の検証、まあ、これは直接ファクトチェックも含まれるんですけれども、まあ、それにとらわれない形で、まあ、いろいろな検証活動をしてきましたで、まあ今年に入って、えーまあ、本格的にそれをまあプロジェクトという形でスタートさせております。 でえーまあ、あのこれは呉、ま、服、あ、時代は、まあ、こういったその、まあ、メディアの、うん、報道の誤りというものを、まあ、あの検証する、まあ、それによって、まあ、報道がこう訂正されたりするというようなそういった活動を、まあ、これは、まあ、6、7年ほどやっておりました。でえーまあ、こちらはまあ今、FIJ というところではいろんな、まあえー、とメディアと協力しながらですね、まあ、ネットメディアとか、えー、新聞社も含めて えー、ファクトチェックというものを、まあえー、一緒に取り組むと、まあ、そういうそあの活動をしております。で、えっとまあ、ここからです、ねまあ、あのコロナの話に入りたいと思います。で、きょう、先ほど今井さんからもこの話をしてくれと言われたので、まず、まあ、この話をしようと思いますけれども、き、まあ、今日は大阪から参加されている方も少なくないかもしれませんが、 えー、大阪でまあ非常にこの、まあ、医療が逼迫して、まあ、死者もたくさん出たって、まあ、これは事実ではあるんですね。で、まあ、その中において、まあ、連日、死者数がまあ過去最多というような報道がまあされました。えーまあ、先ほど死者44人で過去最多、でまあ、50人になるとまた過去最多、でまた55人では過去最多というような感じで,ですね。 あのまあ、これは本当に、えー、連日のようにあの大阪の死者が増えているという、まあ、報道がされたわけですね。で、まあ、それは関心すべてが間違いということではもちろんありませんけれども実はこの報道のまあからくりというものがあります。でまあそういうことを知らない一般の人はですねやっぱりこれ毎日 大阪では4、50人亡くなってるんじゃないかっていうふうに、まあ、この報道を見てると、まあ、当然そういうふうな印象を受けると思うんですね。まあ、実際、そういうふうにお医者さんも含めてです、ね、専門家とかも、今、大阪でも毎日1000人以上の感染者が出て、4、50人の方が亡くなっていると、まあ、そういうことで、まあ、インドとか外国に比べ、海外に比べてもです、ね、でもう大阪の方が。 もう広い状況になっているという,ようなまあそういう捉え方もされてたわけです。で、まあ、確かに大阪が厳しい状況にはあったのは事実ですけれども、まあ、これはまかなり正確さに欠けるというか誤った報道ではあったんですね。で、どういうことだったかというと。